はい、今日もゼロクラウンです。おはようございます、こんばんは。令和6年11月1日より道路交通法改正が予定されておりますね。まだちょっとあまり詳しくは、調べてはないんですけどもね。やはり車に乗る者としてはそういうことをね、知っておかなければいけないですね。何が大きく変わったかと言いますと、自転車ですね。自転車の飲酒運転がかなり厳しくなるということです。はい、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。50万円以下なんでいくらかちょっと分かんないですけどもね、マックス50万円取られたら大変ですよね。でも自転車に乗ってふーらふーらしてるとね、捕まってしまうということになってしまいます。はい、なんか前もそうだったんじゃないのって、お酒飲んで自転車乗ったらダメって言ってたじゃないって思う方もいらっしゃるかと思うんですがなんかいよいよ厳しくするっていうことみたいですね。はい、またお店なんかでね、お酒を飲んでて、はい、表に止めてる自転車に乗って帰りましょう、乗っかった瞬間に捕まるっていうこともねあるみたいですね。そうなりますとお店の店主もそれを分かっててお酒を提供した、車と同じですよね。車でも車に乗ってきたことが分かっててお酒を提供したらお店も、懲役2年かな2年以下、30万円の罰金みたいなね、そういう罰則もありますのでね。でそれが自転車にも適用されるということなんで、お店も注意が必要ですね。あとスマホのながらスマホで自転車に乗るっていうのもね、それも厳しくなるということなんで、はい、なんかヘルメットも被らなきゃっていう話だったけど、全然ヘルメット被ってる人あんまり見かけないですよね。たまに阪神タイガースのヘルメット、野球のヘルメットみたいなの被って自転車乗ってるおっちゃんがいるんですけども、どうなんだろう、あれはあれでいいのねあれでいいのかなと思うんですけども、はい、あんまり被ってらっしゃらないですね。だからまあ今回もそんな腰砕けな 法改正になるのかなっていう気もするんですけども、とりあえずは多分ね、厳しく最初はやると思うので、またご注意くださいね。はい、とにかく罰則が厳しくなるということで、はい、秋の交通安全運動なんだって間違ってますよね。はい、そういうことで車の方もゼロクラウンの方も、お気をつけくださいませ。はい、今日もゼロクラウン始まります。